今日の動画始まるよ。皆さんこんにちは、八田絵美里と申します。実は今生理前なんですよ。生理前でね、食欲が半端なくて食べたくてしょうがないということで、今日は爆食します。イエー！なんで生理前ってこの食べたくなるのかな。しかもずっと永遠に食べられるっていうのがさ、また怖いよね。ということで今日の選手たちご紹介しましょう。どうこの量やばくない？今日はこの弁当たちとデザートたちをできる限りもう幸せいっぱいに食べていこうと思います。実は今ダイエット中なんですよ。でも今日は関係なくめっちゃ食べる、爆食いする。今回は食べまくるんだけど、さすがにこんだけ食べるってなるとダイエット中なのにさらに太るから、せめてこのナッシュっていう 30g 以下の糖質の弁当たちご用意しました。60種類ぐらいあったんですけど、とりあえず人気の10食にしてみた。これ全部今凍ってるからレンチンしてくるわ。うわっ熱っ近づきすぎた。まず1品目、チリハンバーグステーキにしてみた。うわー美味しそう、食べたい。おお美味しそう。熱いよ師匠、熱いからね。じゃあいただきます。ハンバーグ大好き。よしいただきます。ちょっと待って、テンション爆上げしてきた。普通にめっちゃ美味しいハンバーグ、ふわふわの。これは糖質 20.2 のカロリーが360で塩分が 2.3。 てか生理前ってなんでこんなに食欲あるんだろうね。生理前の症状ってだいたい1週間ぐらいから起きて、その症状として食欲がめっちゃ出るとか、情緒不安定になるとか、頭痛が来たり、むくみやすくなったり、熱が出たりっていう方もいらっしゃるんですよね。あとは頭痛とか腰痛とかめまいとか肩こりとか体重が増えたりとか、あと肌荒れね。肌荒れ私もめっちゃ出るわ。しかもそれが一つだけじゃなくて全部一気に来るんだよね。あと生理前はめっちゃイライラしやすくなる人多いと思います。美味しい。エネルギーが蓄えられる。どれいこうかな。レンチンしてくるわ、次のやつで。私の場合の症状はイライラしやすかったり、情緒不安定、なんかちょっとしたことでね、いつも全然泣かないのにちょっとしたことで泣いたり、なんか傷つきやすかったりなったり、あと食欲が爆発したり、むくみやすかったり、もう足がねめっちゃ冷えたり、そういう症状がありますね。足先がめっちゃ冷たくなってくる。水風呂使ってんじゃないかってぐらい足先が急に冷たくなってくるから、だからいつも足先が冷たくなったり気分が不安定になってくると、あと1週間で生理来るっていつもそれで思ってます。次、ふんわり白身魚のトマトディープ。糖質16かカロリーが275。いただきます。美味しい。お魚がふわふわ。お魚とトマト初めて食べたけど合うね。なんかこういうの一人分作るのだけでもめっちゃ大変だからめっちゃいい。次、豚肉と絹揚げ豆腐の中間。糖質 18.7 カロリー529。なんか今日おしゃれしようと思ってここオイルつけてきたんだよね。前髪らへん、こことかツヤ感出したんだけどさ、めっちゃ汗かいてる人みたいになってんだけどデザイン書いてんだけどさ。よしいただきます。こういうの実家っぽいけど今まで食べたことない。ナスビドゥドゥーン。優しい味。実家に帰りたくなる。豚バラが薄くない、なんかちゃんとした豚バラ。ご飯欲しいな。最近コロナの関係もあって全然実家に帰れてないかも。いつも毎年帰ってたんだけど、今年帰れてない方多いですよね、きっと。寂しいね。師匠も食べたいね。ダメだよ。生理前のお話で言うと、さっき食欲旺盛になるって言ったじゃないですか。女性の皆さんは最高どれぐらい食べたことありますか？私はね、夜の10時ぐらいに L サイズのピザ2枚とかやばい食べ過ぎ。今冷静に考えたらある、普通にある。なんかね、どんだけ食べても永遠に腹3分目なんですよ。全然言うこと聞かない満腹ジュースが。だから永遠に食べれるし、お腹も永遠に膨らむ。困るよね。女性の方って結構ダイエットしてる方多いじゃないですか。心の中ではダイエット中みたいな、ダイエットしなきゃいけないみたいな、そういう使命がある方言い出してると思うんですよ。その中に私も入ってるんですけど、そのダイエットしてる時にその次ロールキャベツのチーズデミだって。これ絶対美味しいじゃん。こりゃ美味しそう。ご覧ください。糖質が 13.8、 カロリー322。ダイエットしてる時に生理前のこの食欲倍増のさ期間が来るってなると、今までのダイエットの意味がさ全部なくなっちゃうんだよね。せっかくちょっと痩せたのに体重が元に戻るっていう、こういうのありませんか、女性の皆さん。私めっちゃあるんですよ。それでなんか萎えて余計にいつもより気分落ち込むっていう。ほんと何なんだろう。仕方ないよね、子育てのためだから、赤ちゃん産むため。これは絶対美味しいよ。ロールキャベツとチーズって組み合わせたことない。冷たかった。まだあ、熱い。こっち電子レンジ。うん、最高。本格的なロールケーキじゃない、なんだロールキャベツちょっと主食欲しくなったんでパンご用意しました。これもなしのやつで糖質 4.9 しかない。優秀。いただきます。もちもちで美味しい。ロールキャベツめっちゃ最高。弁当は残り3つなんだけど、ちょっと味変したいということで先にデザートいきます。プレーンのロールケーキいただきます。美味しい。これ糖質 4.7、 めっちゃ甘いんだけど、この甘さは最高やな。ダイエットにぴったり。一応リップ塗り直してきた。今こうやって女性特有の悩みっていうか、男性には理解されづらいような辛さとか今お伝えしたんですけど、男性も絶対あると思うんですよね。女性にはないような悩みとか辛さっていうのかな、絶対あると思うんですよね。なのでぜひコメント欄で教えてください。知りたい、めちゃくちゃ知りたい。こういうのってなかなか知る機会ないと思うし、こういう場だからこそ共有できたりすると思うので、めっちゃ知りたいです。お、出来上がりました。焼き鳥の柚子胡椒。ででーん、おいしそう。椎茸の香り。糖質 2.8、 カロリー413。糖質 2.8 しかないの、それはやばい。でか焼き鳥1個分でか。うん、おいしいじゃん。お腹が幸せ。無限に食べるって最高。ご飯温まりました。牛肉のデミグラスソース煮です。カロリー356の糖質が 9.5。 美味しそう。いただきます。うん、美味しい。これ給食の時に出たハヤシライスを思い出した。この味めっちゃ美味しい。うん、幸せ。男性の皆さん、生理中の女性に会った時こういう経験ないですか？なんか些細なことでめっちゃ泣かれるなみたいな、しかもなんかイライラされるなっていう時ないですか？この現象って男性にとったらめっちゃね、めんどくさいと思うんですよね。私も男性だったらそう思うと思う。絶対そう思うと思う。なんでこんな傷つきやすくなるのかわかんないんですけど、ちょっとしたことでグソってね来ちゃうんですよ。例えば私の場合だとインスタホーム画面にいろんな写真出てきませんか？女性の場合だとメイクとかファッションとかダイエット系のものがね多いと思うんですよね。それ見て生理以外の通常の時は「あ、可愛い、頑張ろう、これ真似したい」とかね、思うんですけど、生理前とか生理の時それを見るとなんかね、すっごい落ち込んじゃうんですよね。これ私だけかな。女性の方あるあるだったら嬉しいんですけど、あー私ダメだーってなんかね思っちゃうんですよね。ネガティブになっちゃうんですよ。これねめんどくさいですよね。あとインスタに載ってる全身の写真とかって基本めちゃくちゃ細い方多いじゃないですか。それを見てたとえそれが加工だとしても信じ込んじゃうんですよね。なんで自分はこんな太ってんだろうとか思っちゃうんですよね。男性の皆さんは急に傷つきやすくなったりとかイライラしやすくなる時期とかってあるんですかね。お食事系ラスト来ました。ドゥドゥーン。ハンバーグと温野菜のデミです。かぼちゃでかっ。カロリー300に糖質 20.5。 いただきます。美味しい。ハンバーグがねめっちゃふわふわ、かぼちゃめっちゃしっとりした、普通の出来たてのかぼちゃみたい。あー水美味しい。幸せすぎる。おーエネルギーきた。おー元気ボリボリになってきた。本日のラストデザートいきましょう。でねーん、チーズケーキバーです。チーズケーキ大好き。これはね2個あたり 12.4 だって。糖質効く。助かる。では申し訳ないですがぶささせていただきます。硬っ。これまだ凍ってるけど美味しいかな。いただきます。美味しい。チーズケーキのアイスみたくなってる。え、これ糖質 12.4 倍はやばい。やっぱデザートって別腹、いくらでも入る。甘いもの最高。ごちそうさまでした。爆食最高。よろしく頼むぞ。で今日ねナッシュさんのお弁当初めて食べてみたんだけど、どれもレンジでチンするだけで本格的なご飯をね食べることができてびっくりした。しかも全部糖質 30g 以下だし、塩分も 2.5g 以下だし、なんかダイエット中だけどちゃんとご飯美味しく、しかも簡単に食べたいっていう方にはねおすすめで、今回10食プランを頼んでみたんですけど、それだと1食あたり599円なので、なんか普段スーパーで買ってるのと同じぐらいだなって正直思いました。料理はしたくないけど糖質制限もしつつ健康的な食事を簡単に美味しく食べたいっていう方にはおすすめです。ぜひ気になる方は概要欄チェックしてみてください。そして生理前、しかもこの暑い時期に生理中の方めっちゃ辛いと思います。しかも仕事だとヒールを履かなきゃいけないとかずっと立ちっぱなしとか本当に辛いと思うので、ぜひ皆さん無理せずどうかできる限り安静にして楽な体勢でお過ごしください。あとは男性の方も生理とか生理前の症状ってどんな感じなんだろうって気になってる方、ご存知ない方たくさんいらっしゃると思うので、あなたの大事な女性への理解につながって少しでも理解が深まってもらえたら嬉しいです。じゃあ今日も嫌なことあった人もいいことあった人もいい夜過ごしていい気分でおやすみなさい。じゃあまたね。明日もいい日になるよ。